こんにちは、こんばんは、ゲームドームの月光です。くだらないファンタジーを始めていきましょう。これぞパーフェクトカレンデー。頑張ります。区長、これニューモデルです。シナリオクエストですね。準備運動は済ませました。余裕があれば討伐クエストもやっていきたいと思います。少しいいですか？まずいな。そうですね。なんだと？はい、ご先祖様。うむ。ん？ふげ。どう？目が見そうだ。こんにちは。おお。そうね。あ。ふう。ああ。ふう。さあどうでしょう。さあ、そんな簡単にいくかな？怯えてなんかいません。行きますよ。さあ、7節。今の、なんか藤原知花だったな。
いや同じなんだけど、そういうのけど、なんか寄ってきてる感じがありますよね。私もお供させてもらうわね。お互いが。ところで、さて誰？裏切りカレー。うむ。素敵ね。はい。さすがです。確かに。危険。誰？おお。タカシ。うん。筋肉だからね。でバーンって言うのかな。殺かな。僕に言うかな。そちらこら。本当タカちゃんってやめよう。するしかないのか。しまった。フレー、フレー。オープン。それ。意外と速度が遅いな。力が湧いてきます。最初の速度が遅い。なので結構強敵にされるんだろうな。皆さんのやる気をアップします。一回。最初加速したらちょっと加速しすぎてる感じ。焦らずに行きましょう。健康一滴。で、これでスキルを使う。うまくいくといいんだけど。スキルを使えるようにして。これでどうです？すごいなこれ。やりました。パワーアップした。どんどんアズニャンがパワーアップしていきますね。強いアズニャン。もう一回だ。準備運動は済ませました。8節ケーキ集会。いやアズニャン強いな今。さらに進化残したわけです、ね。お腹ペコペコ。いいですね。わーい。ごちそう。食い競争かな。ああ、どうでしょうか。いいね。ありがとうございます。ちょっといい。おや、もう。なんと。チャンスじゃないですか。やめよう。そうなんだ。それならば、へい！ねえねえ、うん。なんで？
さあ次9節です。9節これがですね、光属性をしないといけないですね。彼女の出番か、次に。龍属性か。マッサ、行きましょう。まあ、アズリアンがやれなければ強いですからね。変身です。これがフェンリル。行きましょう。参ります。おっと、中ボス戦か。アズニャンがやっぱ鍵になるかな。どうだ、この程度で。なんかもう死にそう。早っ。くらえです。私が破れる。うわー、すごい、やりましたね。強いな。すごいな、コルク。コルクの特大とアズニャンの、もう、器が破っちゃった。おじさま力。おじさま力は必要だよ。わかる。え？もう落ち込んだ。礼を言うぞ。あ、おへ。やった。あれ？マキってそんなんなのかな。これも見たいよね、そういえば。ステラの魔法も見ないとな。討伐クエスト切り返すフェンシングコンテストが、開催されましたということで。魔法少女よ、私に体力をつけちまったことを後悔するがいい。ここまでで一節終わりってことですね。ちょうど切りがいい。なので討伐クエストやりましょう。
って。今は68なんで、この人緑か。しない。外周一色一体は倒してるのがよかった。サポートします。フレーフレー、どうだ、これを倒しきれないのか。強いですね、デッキは。くらえです。みなさんのやる気をアップします。くらえです。入ってますよね。やった勝ちましたよ。の出番がなかった。よーい、ドン。なんちゃって。すみません。ありがとう。助かった。お弁当100ってなんだろう。立ち会ってみましょう。
とレベルアップは20回ですね。つまり20回アズニャンが攻撃すれば武器スキルが30になって進化が可能になります。もうちょっとだ。またな。日に焼けやすいので日差しがちょっと心配です。もう一回トーマスクエストなんでしょう。なんちゃって。超級ですね、最後。それでは行ってまいります。自分にって壁になる。どうだ。もしクレアの手加減しませんよ。アズニャンの強さがよくわかる。逆に言えばサポートします。どうだった。焦らずに行きましょう。外周一色でも倒しきれないんだよな。うまくいくといいんだけど。くらえーです。サポートします。ヘイ。通常攻撃でも倒しちゃいますからね。待っててね、援護するから。こっちの方が楽だな。倒す攻撃は最大の防御。攻撃は誰だ。アズニャンとか。この時のために練習したんですから。いきます。10万。2人で10万。やりました。2人で10万か。強いですね。結構アイテムもらいましたしね。やるほど討伐クエストは美味しいですね。おはよう。要件は、こっちは今だけ。いや、なんか事態一瞬一瞬ユミカオルハイに見えた。限界突破しないんだ。聖杯を持たないとダメなんだな。召喚チケットはもらえる。星の確定召喚チケットだったらありなんだけどな。まだ使いどころはまだ、考えた方がいいですね。どれにする。お、なんか持ってる。魔法使い。交渉成立。交渉成立。このシナリオクエスト、おそらくこの後編完結になりますので、そちらをお届けしたいと思います。討伐クエストもすごく楽しかった。
のいいイベントです、はい。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画同格デイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。